画像はちょっとちっちゃくしといて、まず、何にしてもやっぱりちょっとね、デッキを作らなければならない。やはり。やはり。デッキ作っていこう。やっぱり大切なのは、まあ、喋る内容、デッキね。どうやってお粥を落としていくか。まあ、ね、これいつもやってるんだけど、やっぱデッキがなければ、デッキを構築しなければ、まあ、やっぱり突巻き逆突はちょっとね、まあ、私にはちょっとまだ早いですよと。やっていきましょう。 20 minutes later。 いいじゃん、揃ったな、デッキ。完璧完璧、完全に来たじゃん。これセンチメンタルブレス、シャボンストーム、キャッツアイ、魂の共感、神羅万象、エターナルラブ。あれ、何これ、何これ、あ、何これ、なんか他の女と喋ってんだけど、あ、あ、さっきの線路作るよのサーバーで他の女と喋ってんだけど、こいつ、おい、許せ、みんな許すな、おい、絶対に許してはいけない、みんな、ちょっと待って、絶対に許すな、この二人を絶対に許してはいけない。いいか、みんな。どう入る？みんなどう入る？ちょ、これ、消すって。みんなどう入る？乗り込むしかないよね、これ。これもう完全に乗り込むしかないよね。あー、地球終わったね、あー、ふーん、あー、もう地球終わっちゃうよ、そんな、マジで、あ、もうこれだからね、マジで、くそー、勝負よ、はい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 、もう勝負よ、はあ、もうこれだからね、もうこれだよ、21歳、もうこれだよ、しゃあ、勝ち込みするかー。待って、入ります。入ります。チャットしとこ。チャットしとこ。チャットは一応ね、念のため、何話してるかわかんないから、ちょっと念のため、入るときのチャットはしとこ。礼儀正しくね。ここは礼儀正しく。入ります。よし。おい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 、どういう、許諾をいただきました。許諾をいただきました。ちょっと、入らせていただきたいと思います。ちょっと待ってよ、え、声、メスの声出ちゃってるよ。ん、船長。おかにゃん、舌出してした。恥ずかしいよ、船長。あ、いいからだ、ん、いいから出して、舌。うん。べって。べ。ちょ、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 うん、お金、船長、おい、何やってんだよ、お金、気持ちいいよ、お金、マリン、何やってんだよ、二人とも、おい、ちょっと、ちょ、え、おかにゃん、マリオカ流行らせような、マリオカートしよう、マリオカアートで、マリオカート、マリオカート、いっぱいあっちない、流行っちゃっても、おかにゃん
ダメだよ、あんま興奮しちゃう。おい、ダメだよ。おい、何やってんだ、おい、おい、大丈夫かこれ。猫これ大丈夫かこれ大丈夫か。ただの猫になっちゃうよ。おい、何言ってんだ。あれメスの声出ちゃってるよ。何言ってんだよ。いつものかっこいいオカニャンはどうしちゃったのかな。どういうこと。マリンの前だとこん、そう、繋がった、繋がった、ん、あ、来た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 。ねえ、マジで焦ったんだけど、ガチでボンになったかと思った。ねえ、ガチでボンになったかと思った。いやー、すいません、性的満足をちょっとね。なんでここでバンにな、もうなんでバンのここで。いや、焦ったね。え、マジで焦った。いや、ちょっと何やってんの二人とも。え、ちょっと意気投合したんでね、ちょっとマリオカ、え、ちょっとどういうことねえ、ちょっと説明しなさいよ。いや、船長なら僕の秘めたるド M な部分をちゃんと分かってくれるかなって。なんか話してて思った、こいつほんと M だなって。そう、私だって引き出せるよ、そういう部分。張り合わなくていい。バンになるよ。ほんとに怖いから、ほんとにガチで怖いやつだから。いや、マジで、いや、汗かいたもん今、めっちゃ焦った、マジで。そういう事例があるからね、最近。一生懸命デッキ考えてみたいだから、ちょっとそれで喋ってみます。もう、まあでも、そんなことしてもね、オカニャンはもう船長の女になっちゃったけど。おい、じゃあ、ちょっと、待ってよ、おい。あ、船長行っちゃったね。ちょっとどういうことよ、おかゆ、おかゆ。いやー、まあ船長ね、言葉巧みなんだな。なんか船長にだったらいいかなってちょっと思っちゃったね。僕がいたかな。前から思ってたけど、おかゆ可愛くない。何急に。可愛いよ、僕は。いや、ほんとに私もおかゆの秘めたるM な部分をもっと引き出すことができると思うんだよね。どう？いや、でもアクアちゃん前にさ、私のこといじってほしいんだよねって言ってたじゃん。え？え？ん？私のこといじってほしいんだよねって言ってたからさ、やっぱそこはやっぱ違うのかなって。手まり最近どう？手まり大きくなったよ、最近めちゃめちゃ。あ、本当に。うん、いいね。もうすっごい大きくなったよ。大人じゃないけど、結構キーボードの天気ないぐらいのサイズまでにはなったよ。天気ないぐらいのサイズ、あ、結構でかいじゃん。結構大きくなった。アクアちゃんが来てた頃ってさ、手まりヘチマぐらいだったじゃん。うん、わかる。でも今はね、天気ないぐらいまでの大きさまで成長した。へえ、そうなんだ、マジ。へえ、いけてんね。いけてるよ。おかゆもかわいいね。まあね。シャンプー買った。どうしたの？え？いや、どうしたの？いや、全然、全然、全然何もないよ。全然何もないけど、本当におかゆがかわいいなって思ってさ。そう、ありがとう。毎朝私におにぎりを作ってください。急に？もうちょっとそういうのって手順あるんじゃないの？くっそ、あの女のせいで。誰だよあの女。言えよ、誰だよあの女は。あー、せん、マリンのこと？なんで、なんで、なんで呼び捨てなんだよ。いや、もうなんかさっきまでの関係とはもう違うかなって。さっきまで合わない合わないって言ってたじゃないか。やっぱさ、なんか最初合わないって思ってる人の方が後々こう一番親しめる時ない？学校生活とかでもそうだけどさ。
ま、ありますけれどもありますけれどもいや僕にとってマリンはそんな感じだったかな。今ならマリンにシナジー感じちゃうかも。私とマリンどっちが大事なのよ。そうやって私のことを捨てるの、おかゆ。もともとアクアちゃんは愛人。オッケーじゃねえんだよ。オッケーじゃねえんだよ。バカよ。もう私のこと失ってどうやって後悔しても知ら